私たちが目に見える世界にあるものはすべてその目に見えない世界に起源を持っています、えー。You see, there were once there were people that came to blind Batameas. 目の見えないバルテマイという人がイエス様の時代にいました。They told the blind man, Batameas, that you know what, Batameas, for the rest of your life you're going to live in darkness. バルテマイの君は目が見えないのだからもう残る生涯君はずっと暗闇の世界に閉じ込められたままだと人は言っていました。 You will never see again. もう見ることはできない。しかし、Yesama がバルテマイのところに来た時です、ね。He said, You shall see again, be healed in Jesus' name.Anatoa mega miereo になる。Yesu no mi na によって、やされようと。And his eyes opened, and his whole future was transformed.So するとですね、彼の目が見えるようになって、彼の未来はすっかり変わりました。For 12 years, doctors have been telling the woman with the issue of blood, saying that you have no hope. 長千代ですね12年の間患っていた女性はですねたくさんの医者のところに行ったんだけれどももう治る見込みがないと言われていました。どんなな薬もあなたの彼女は聞いていました。でも、Jesus はこの人と会ったすね、イエス様がその女性と出会った時に」 You shall be healed. あなたに信仰があるならあなたは癒されると言いました。そして、イエス様の言葉がです、ね、彼女の世界をすっかり変えました。ですから、あなたの世界も神様の語られる言葉によって出来上がり成り立ちます。And this is how God works in this world. 神様というお方はですねそのようにしてこの世界で働いてくださるのです。目目にに、ね、に見見ええるるももののはないいよってでできるという原則があります ですから私たちの目に見えるこの自然の世界で起きることはまず最初に例の世界で何かが起きたからこちらでも起きるということなです皆さん、例の世界というものを理解する必要はない。例の世界というのはですね無限なんです。限界がありません。時間とか空間というものによって

霊の世界においては全てのことが可能になります。で、皆さん、幸いなことにですね、私たちも霊的な存在であるわけです。say with me, I m a spirit。皆さん、一緒に言ってください。私は霊である。魂を持っている。る。る。そして、体の中に住んでいる。あめ。 そういう意味で皆さんは霊でもあるわけです。そういう意味で皆さんは礼でもあるわけです。今日私が嫌いだとしても、自分が嫌いだとしても、uh, uh, ね、サムライの使ってたを使っていた使っていたもを18で私をバラバラに切ったとします。それでも私を滅ぼすことはできないです。 私は住所が変わるだけです。札幌から天国に住所が変わります。Because a spirit. なぜなら私は霊だからです。This is the temporary body. この目に見えるのは一時的な体なんですね。やがて私も住所が変更されます。でも私は霊ですから、霊的な世界に入っていく能力があるわけです。 この世界を作られたエロヒムと言われる私たちの神様はその創造的な力を私にくださっています。でですから神様が神様様があるるるよよううににに私もそれに似るようになるわけでめ。 ですから皆さん、あなたが自分の世界を変えていくことができます。どうやったらじゃあ自分の周りの世界を変えることができるんでしょうか。どうやったら自分の周りの世界を変えることができるんでしょう例えば私の家族という世界をどうやって変えることができるんでしょうか。私の,その経済的な領域をどうやって変えることができるんでしょうか。 フレンス、let me tell you, it is not determined by what people say or what the newspaper says. Your world will change by the power of the word of the living God. Amen. そこで皆さんに伝えたいことが二つあります。二つの大切な原則です。どうやって私たちの世界を変えるかということですね。第一番目の原則。それはですね、告白の力ですね。告白の力です。創世紀1章1節を見るならば、 エレシスワン、エレスワン。ハジメニカミガテントチオソウゾウシタ。アメン。イセイス、インドゥビゲニ、ガオトクレートデヘヘとアリマス。なお、ウォッドガッキャ、ウですね。 えー、神様はエロヒームという言葉を使ってご自分を表現しました。Now, エロヒームというのはですね、えー、想像主なる神という意味があります。 つまり私たちの神様はですねとても創造豊かな神様だということです。そして神様はご自分の姿に似せて人間を作られました。So, God, beings, 神様は創造的なお方ですから私たち人間も似せて作られていますから創造的な力を持っているわけですね。あめ。And this ability to create is from God. でこの物を作り出すとか生み出すという力は神様から来ているものです。そういう意味で人間は動物とは違いますね。Of course, I mean in もちろん皆さん科学の教科書には人間は猿から来たと書いてあると思いますけれども。あなたの隣の人はもう猿にちょっと似てる人かもしれませんけれども。He may smell like one. 匂いも猿みたいな匂いがするかもしれません be,、like、猿みたいな行動ももするかもしれませんけれども。でも、絶対あなたの隣にいる人は猿から来た人ではありません。私たちはエロヒームと言われている神様に似せて作られました。ですから神様はその創造的な力を私たち人間のうちに託してくださっているわけです。 例えば鳥を皆さん見てください鳥鳥というのは何千年にもわたってそれぞれがあの巣を作っていきますその住むことのできる巣ですね。何千年たってもその巣の形は変わりませんね。そういう意味で想像力、新しい想像力は動物にはありません。 でもあなたの住んでる家を考えてみてください。<few> years, 何年か経つと、またこう作り直したりしますね、建て直したりします。教会を見てください。<some> time, 教会堂も時が経てば、colorful, まあこの教会に関して言えば、これからあのカラフルなオレンジ色の建物に入っていきます。 Has this ability to create. 人間のうちにごものをつくる能力があるからです。あめ。When there is no road, we will make a road. みちがなければ、人間はみちをつくるわけです。あめ。Because all things are possible if you can believe. なぜなら、しんじるならば、すべてのことは可能になります。So God is a creator God. 神様ですから想像主なる神です。But how did God create? どうやってじゃあ想像したんでしょうか ?2 節を見てください。Okay, s read. <S 2、えー、二節、はい。地は形がなく何もなかった闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていたと書いています。ですからこの地には形が

っっっててて書いいあありますけど待っている状態にあったんです何を待ってたんでしょうかそれは3節が実現するのを待っていたわけです。3節見てみましょう。その時神が光をあれとおっしゃった時に光ができました。 最初にその御霊は確かにですね、聖霊様は全ての上に動いていたんですけど、まだ何も起きません。ところが神様がその口から言葉を発した瞬間、力が発揮されました。そこで想像が起きます。 神様の言葉が解き放たれることによって聖霊様が働いてものを作ってくださったわけです。試編33編の6節を開いてください。聖書をお読みしますね。主の言葉によって天は作られた。天の晩象も ミ口のイブキによってと書いてあります。そう、皆さん、イブキっていうのはこの場合、聖霊様のことを意味しています。そ can you see here? ですから皆さん、えー、神の御言葉プラス神の御霊イコール、創造的な力キナチカラ。1枚目、Word plus the Holy Spirit equals creative power。もう一度言いますね。 聖書には、イエス様が聖霊に満たされていたと書いてあります。Right イエて様はヨルダンガワでヨルダンガワでヨルダンガワでヨルまンガワでヨルダンガワでヨルダンガでヨルダンガワ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 のヨルダンガワで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 ヨルダ かか Until Jesus began to speak. So when he saw the blind man come, he said, blind man see, and the power of God was released. Eyes were being created. その目,目が癒やされよと言ったときにその盲人の目が癒やされて目が見えるようになったわけです。その嵐がやってきて船がですね沈みそうになったとき。Jesus stood at the front, at the stern and he began to speak to the storm. He said, Storm, be still, and power was released.

そのたった5つのパンと2匹の魚で5000人の人をですね養うことができるす。ですから、あなたの口を通して発せられる言葉にはものすごい力があるということなんです。信言18章21節にはこう書いてますね。死と生は舌に支配される。 どちらかを愛し,愛して、人はその実を食べる。